はい、しおり。はい、いいよ。はい、ゆずいいよ、オッケー。ちょっとやっぱり内側入れたな。はい、広瀬。はい、オッケー。うん、一番の入り方が良くない。はい、ゆずな。こっちは効いてるよ。こっち右足側がやっぱりちょっと内側入るか。もっと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 ここでここで離せ。そう、よし、ミコハーフ、ヘヘヘヘ。ちょっと肩に力が入りすぎてるかな。下半身の動きはちょっと硬い。お願いします。はい、しよいよ。で、リラックス。決まる、ハーフ。リラックス。前半に体の足元にあればな、スキーが動くな。やっぱ左足が良くないな。こっちが内股だ。スキーがどうもなんかずるんだよな。足をハーフ。やっぱり首筋から肩のラインがちょっと。やっぱちょっとこう打ち方が緩んで。お願いします。左足次に向くのが少し早いんじゃないかな。向くのがやっぱり少し早いかな。そこだけ気になるぐらいで。よし、次センター。右足が良くないな。右足が、右側の骨盤もう少し押し込んで入れてもいいかも。足裏と一緒に。はい、回していきます。お願いします。はい、マナトいいよ。さっきのターンが終わって移行して4から5入る。よし、あわ。よし、じゃあセンターです。オーボいいね。はい、行きます。お願いします。はい、マナトハーフ。4、5、オラ5。行きます。お願いします。はいよ。マナト5番、5番、5番、4、5、ほれ今よかった。5、よし、5、4、5、よし、そうだ、5、よし、1、4、5、1、2、3、4。おいしまーす。はい、ゴーよー。はい、かきみよー。しおり見てみんな、この内側の手、肩のラインと手首の高さ。はい、広瀬。ゆずな、いきます。はい、ゆずいよー。しおり、手の位置が異常に低すぎ。よし、広瀬、よかったよ。もう少し手の位置前でもよかったかな。はい、かひみハーフ。スタンスを少し広めにして。いただきます。お願いします。ここで寄せるな。はい、みこいよ。よし、履きたかったね。ね、家は古いの持ってきてやったのに。だいぶいい今の。ミコ、うん、ちょっと内側なんだな。ちょっと内側だな。ここね、スタンス気をつけよう。はい、はい、しおり左足でよ。右足は受けてる。よし、これの方がいいな。大事に大事に。
ゆずな行きます。はい、ゆずないよ、オッケー。そこで阻む。はい、みこ、オッケー。しっかり肘張って背中を起こした状態で腹圧かけよう。いいポジションはそんな全体的に悪くないから。で、はい、はいよ、はいよ。はい、オッケー。一回ちゃんと下までいいターンしといて。はい、オッケー。よし、じゃあ T だな。ぐーっと足裏入れろ。よし、ぐーっと、うん、パワー。もう少し足裏感入れてもいいかな。足首とすねがもう少し押ささってくると思う。足裏しっかり押し込むと。お願いします、お願いします。よし、あーもうよかったよ。よし、ベリーグッド。頭出るときに後ろが動く。頭入れたからだな。マナト。ねじりの、ねじりの上司。これ当て方いいんじゃないですか。まあまあ、良くなってきたんじゃない。背中立てて。よし、じゃあ T だね。 T しっかり。はい、ゆずいいよ。最後までしっかりフリーズ。今、今日一番いい。素晴らしい。やっぱ背中が良くなるといいターンするが、やっぱり骨盤が立つから、骨盤が立って足首が入りやすい。はい、下肘、肘張って。よし、かひみさん、これね、肘をしっかりこうやって張る練習。今度は T だから、 T がああいう風に正みたいに。はい、ゆずな、いきます。よし、ゆずよかったよ。はい、今度は T です。はい、いきます。そう、いたし、よし、そうだ、ちょっと後ろ気味だけど、これぐらいの方がいいか。グーンと乗って、オミグー乗って。では行きます。お願いします。はーい、オッケー。はい、しよう。ガーディックしっかりグーッと使って。
傾けて骨盤グッと一応はい、しっかり T をキープしたまま骨盤の傾きだけでカービングしてくるんだよ。よし、移動、はい、次腰です。リワコってるのもあんだよ。前とリワコだけだから。なんかニセコなんとかっていうチームじゃなかった。全然ダメだ。青葉イエス、よし、うーちゃんもう一回。うーちゃんこの傾きが結構練習になるよ。外側に外側に、伝説の膝クロス。はい、こう OK だよ。ビデオ撮るよ。はい、マナトよかったです。素晴らしい。次腰です。よし、リアコ、リアコ傾けるか。全然傾いてない。何やってるの。この傾き、骨盤だけの傾き。もっとグーッと回力かけろ。はい、森田5でも。はい、オッケー。森田5でもやっぱうめえな。さあ、相沢蓮でも。こんな感じで。いや、蓮やっぱりこれでもうめえな。ボールではないけど、こんな感じを覚えてる。こんな感じを覚えてる。張り切れてびっくりした。出た、金沢拓。また内藤昇降君だ。よし、処理。苦手の傾き、しっかり傾け。はい、オッケー。しっかり傾き出して内側の手高く。昨日より数段かひみよ。内側の手しっかり高い位置にキープしましょう。よし、昨日より数段いい。手応えあった。かわいい感じ。みこ。よし、傾き。よし、この当て方、この当て方。よし、こ、よし、よし、広瀬よかった。よいしょ。横の動き少し練習してもいいかもね。今のよかったな。どう、なんか内側の肩なのか外側の傾きなのか。よかったな。よし、じゃあ両方腰にしましょう。はい、ギターやる時間もある。ゆず、よし。ゆずも結構うまいんだよなこれ。はい、歌場。青葉、全部2本ずつだからね。うーちゃんの逆だよ。全部2本ずつだから、さっきのやつをもう一回やってくんだよ。はい、青葉。先頭間違うと全部つながっちゃうからちょっとまずいね。目、ビデオ撮るよ。さっきと同じ。はい、オッケー。今度逆側だね。前のああいうバランスがな、冬にも失
敗につながる。まず行きます。お願いします。はい、ゴー。2本ずつだよ。2本目ビデオ撮るよ。はい。50か。やっぱ短いんだな。よし、逆手。逆側の手。もっとグッと上がれ。リズム上手くなったな。はい、処理グッと上げろ。そうアップじゃん。アップ。はい、行きます。お願いします。アップアップ。もっと背中立てろ。ちょっと頭前に出てるよ。もう少しアップ。グーン。アップ。もう少しスタンスを広くして、はいよー。もうちょっと手の位置高くてもいいな。アップダウンアップ。アウェイ行きます。お願いします。アップ。はい、アウェイよ。はい、ウちゃんよ。しっかり横の傾き出そう。首の軸から、骨盤傾けて、立て立てじゃなくね。はい、もっと上がれ。アップダウン。アップ。もう少しアップダウンしたいな。後ろ。はい、アワアップアップ。はい、ちょっとやっぱ傾くな。はい、青は今日はカリキュラムに3番4番行こう。はい、うーちゃん、しっかりこのひねり入れるんだよ。これ課題だからね、うーちゃんの。はい、うたば逆になってない手あれ。頭がやっぱり頭の問題が出てしまうんだよな。カヌー見たくなってるじゃん。漕いでます。はい、漕いでます。絞った状態から溜めたものを前にストレッチング動作でお尻をしっかり上げる。はい、上げる。前前しっかりグッと前前うん前、しっかり絞って溜めて前。よーし、シオ良かったよ。滑んなかった。おっと、今度はちゃんと慎重だ。あの手がさ、上がってるね。はい、もっと絞ろう。立て立て立て、もっと。はい、行きます。はい、マナト絞り立て絞り立て。軸キープ戻す。軸キープ戻す。よし、お前チューブ取っていいよ。はい、ゆず手逆手逆。
はい、コーヒー OK。 さっきよかったよ。しっかり縦まで絞ってお尻上げましょう。はい、いきません。よし、勝利も良くなりましたよ。1時半テント集合。しっかり骨盤傾けてカービングして前アップ絞るアップ絞るアップ、よし、はい、で、夜行きます、お願いします。はい、ミコよ。1時半テント集合にしよう。はい、前絞って前、ゆくしっかり前、よし、前グーアップ、よし、アップスタンス OK、よし、スタンス OK、アップ。もう少しグッと前に出る感じが、肩ごと前に出るといいね。よし、ターンは良くなったな。はい、タック。はい、ラウン。お願いします。はい、オッケー。オミ、はい、行きます。はいよ、腰上げろ、しっかり腰上げて持ち帰るとき。はい、行きます。はい、行きます、お願いします。もうすぐ行きます。はいよ、休憩行きます。リセ、あー、次内側ね。しずく、はやと。
やったよ。もう2問やったよ。あ、そう？次何ですか？ちょっと待って。外に変わった。リセ。はいよ。はい、大きな声で歌ってよ。琵琶湖。おお。オッケー。危ない。はい。はい。待て。はいよ。目標が違う。まさにもう引退させましょうって。開くから一緒に開くと一緒に足こっち上げる。引退していきます。はい、大終了。おにぎり3。走り場。あー、そこ、こっちが多いんだな。ヒップラインが。これをしっかりこう、軸をしっかり止める。そうすると、これを止める。で、一番重要なのは、これ持ち替えた時に、両手持つよ。特に、ここが一番の。Thank you.